国内の深刻な IT 人材、デジタル人材不足を受けて、積極的に優秀な外国人材を発掘したいとお考えの企業の担当者様、 ITPEC アジア共通統一試験をご存知ですか？ ITPEC 試験は年間50万人以上の応募者を誇る日本の IT 国家試験、情報処理技術者試験をベースとしてアジア6カ国にて英語で実施されている IT の試験です。日本及びアジア各国の IT 技術者を共通の指標で評価できるので、海外での IT 人材採用や人材育成におけるコスト、リスクを軽減できます。試験区分は IP、FE、AP に分かれており、 FE または AP の試験に合格すると日本の在留資格に関わる基準の特例が適用され、外国人材に日本で働いてもらう際、ITPEC 試験に合格していることで就労のための在留資格取得のハードルを下げることが可能です。 ITPEC 試験はボーダーレスな IT 人材の評価・育成を実現し、国境を越えたグローバルな採用活動を支援します。試験の詳細は ITPEC のウェブサイトでご確認ください。